阪神タイガース情報社。はい、今回は2月の18日阪神2軍対エナジックの練習試合についてお届けをしていきたいというふうに思います。本編に移る前に一つお願いがございまして、このチャンネルは阪神タイガース情報をですね定期的に配信しているチャンネルでございます。阪神タイガースファンの方でですねまだチャンネル登録してないって方がいらっしゃればチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、それでは本編の方に戻りましょう。阪神2軍対エナジック練習試合ということでですね、2月の18日、具志川の方では、2軍とエナジック公式野球部のですね練習試合が組まれていましたけれども、結果から言いますと2対8で敗戦ということでですね、大差をつけて敗れてしまいまして、今日なかなか収穫っていうところはですねなかったんじゃないかなというところで、解説の福留さんもおっしゃってましたけれども、内容を改めて振り返っていきたいというふうに思います。はい、まずはスタメンから順番に見ていきましょう。1番サード高寺選手、2番センター島田選手、3番ライト出雲選手、4番レフト高浜選手、5番指名打者豊田選手、6番キャッチャー藤田選手、7番ファースト遠藤選手、セカンド戸井選手、8番ショート山田選手という形でですね、山田選手が今日はレギューラーで、ショートですね、すいません。ショートでレギュラーということでポジションついておりまして、であとはやっぱり気になるところで言うと、一塁遠藤選手とかですよね。去年のドラフトから再三やっぱり一三塁のこう有望選手がいないということは話しておりますけれども、現状ですね、今日もなんかで言うと遠藤選手が一三塁ですよね。遠藤選手、高寺選手ということで、二遊間をメインにしている選手がついているということで、本当にね、去年のドラフト、森田選手はドラフト指名外でしたけれども、沖縄尚学の中田選手なんか、とっても良かったんじゃないかなというふうには思いますね。はい。ただ、もう過ぎたことを言ってもしょうがないかなというふうにも思いますけれども、こういう陣容でですね、2軍戦に戦っているというような状況となっております。はい。で、野手、投手ともに見ていきたいんですけれども、今日は8対2で敗れたというところで、打つ方も守る方もですね、なかなかに厳しい試合でした。で、ヒットを打ったのは、高寺選手と島田選手、また、戸井選手と山田選手ということで、この4人で3発5安打という形になりまして、タイムリーっていうところで見ていきますと、山田選手ですね、ランナー2塁から、右にですね、センター方向に、しっかりとタイムリーをつけてインコースの球だったんですけれども、弾き返すということで、本当にケースバッティングっていうところのお手本かなと。インコースなので、下手すればやっぱり差し込まれてですね、ショートゴロでアウトというような形だと思うんですけれども、ランナーが二塁にいるということを考えて、なんとか進塁というところも含めてですね、逆方向へ打とうという意識が非常にバッティングからも伝わってきたと。その結果がセンターへのタイムリーヒットになったということで、山田選手、2軍戦練習試合ではありますけれども、プロ初打点なのかなという感じですね。で、戸井選手もですね、2塁打ということで、この試合唯一の長打だったんですけれども、戸井選手に関してはやっぱり守備がですね、非常に乱れていまして、エラー2つだったと思うんですけれども、してしまっているということでですね、戸井選手、セカンドというところで守備力ある程度求められるっていうようなところなんですけれども、なかなかにこれが追いついてこないということで、去年もですね、打ったと言っても打率で見ていくと2割切るような1割9分とかそれぐらいだと思うんですけど、今日も2塁で1本放ちましたけれども、ヒットの数以上にエラーをしてしまっているというところを考えると、なかなか時間かかるかなというところですよね。だと、高寺選手がですね、ライトへ、センターへのヒットと、セカンドへの内野安打、2安打ということで、ヒット2本打ちましたけれども、盗塁1つ試みてですね、刺されているということもありまして、ちょっと本当に、打者として見ていた、来た時にですね、今日誰が目立ったと言われれば、すごく難しいですけれど、山田選手なのかなという感じですね。で、出雲選手も今日は4打数のノーヒットということで、最後の打席なんかもですね、追い込まれてからボール球ですね、外のボール球を無理やりに打ってサードゴロ、緩いサードゴロということで打点一つつきましたけれども、ノーアウト1、2塁のチャンスだったんですけれども、チャンスが潰れるような形でですね、1、3塁か、1、3塁だったんですけれども、チャンスが潰れるような形で、後続続かずといった感じになってしまいました。
まあ、本当にちょっと、まあ、今日試合というところで見ていくと、まあ、本当に収穫少なかったかなという感じですね。で、投手の方も順番に見ていきたいんですけれども、秋山投手が3回2安打1失点、西純也投手が1回1安打無失点、佐藤蓮投手が0回と3分の1を投げて4安打3四死球4失点、岩田投手が0回と3分の2を投げて1安打無失点、森木投手が2回を投げて4安打4失点2四死球と。で、津田投手が1回無安打無失点という形になっておりまして、まあ、秋山投手もですね、3回投げて1失点ということで、まずまずかなというところなんですけれども、秋山投手に関してはですね、初回にやっぱり点数取られてしまってるんですよね。まあ、この前も佐藤輝明選手にホームラン打たれてしまいましたけれども、立ち上がりの悪さっていうところがですね、まあ、なかなか治ってこないっていうところで、まあ、相手もですね、エナジック硬式野球部ということで、まあ、アマチュア相手にですね、投げているような状況なので、やっぱり秋山投手クラスになると無失点でしっかりとピシャッと抑えてほしかったなというところなんですけれども、1失点してしまいましたと。で、西純也投手に関しても1安打なんですけれども、フォアボール出したりという感じでですね、まあ、ちょっと抑えるのに、まあ、精一杯かなというところで、まあ、対戦相手との試合というよりも、まあ、自分自身の中で何かやっぱり課題感であるとか、まあ、もやもやしたところっていうのがあるのかなというような投球になってしまいました。で、佐藤蓮投手に関してはもう相変わらずということで、まあ、ストライクはカーブしか入らず、ストレートは高めに抜けてしまうということで、最終的にはフォアボールからの自滅で、最後はカーブを狙い打たれて、まあ、ノックアウトという形でですね、まあ、佐藤蓮投手もですね、まあ、育成に落ちてしまってから、まあ、本当に今年勝負かなというような感じだったんですけれども、まあ、何も状態としては変わらないという感じでですね、正直厳しいですね。まあ、育成から支配下というところはですね、まあ、かなり遠いと思いますし、まあ、今年、まあ、自由契約もあるんじゃないかなというような投球内容だったというふうに思います。で、岩田投手に関してはですね、その後スクランブルで登板しまして、まあ、なんとか、まあ、失点は一つしてしまいましたけれども、自責点はゼロという形でですね、まあ、無失点で抑えることができました。まあ、ただやっぱり岩田投手に関しても、コントロールっていうところでですね、まあ、かなりバッター有利な状況から投げるっていうところが多くなっていましたので、まあ、このあたりやっぱり左のワンポイントとして活躍する輝くということを考えるならば、やっぱり絶対フォアボールはですね、出しちゃダメな投手にはなっちゃうんですよね。まあ、そういう中で、まあ、カウント不利に追い込まれてきてしまうと、中に入ってきてしまうので、ヒットの確率っていうところは、岩田投手そんなに球威があるというわけでもないので、高まっていくということで非常に厳しいです。で、森木投手に関しても2回4安打4失点2フォアボールということで、やっぱりストレートの走りがですね、まあ、あの1年目の時から、どうしてしまったのか、本当にその輝きっていうところがですね、今くすんでしまっているような状況なので、まあ、アマチュア相手というところで、まあ、4安打は非常に痛いですし、まあ、フォアボールも2つということで、ストレートが全体的に高かったかなという感想です。で、あとは津田投手ですね、9回最後に入れてきまして、まあ、1回無安打無失点ということで、まあ、ようやくですね、まあ、投手陣の中でほっと一息つけるようなピッチングしてくれたんじゃないかなというところで、まあ、本当に、まあ、この秋山投手から始まって森木投手までですね、まあ、かなり厳しかったというふうに言わざるを得ないかなというふうに思います。で、こうやって見ていきますと、まあ、秋山投手、西純也投手なんかは名前の通った投手でもありますけれども、で、1軍で投げる投手と2軍で投げる投手の差っていうところがですね、まあ、かなり歴然に開いてきてしまっているかなというふうに感じるところもありまして、まあ、阪神タイガース、まあ、去年優勝して今年も連覇の可能性かなり高いというふうには言われていますけれども、まあ主力選手の怪我であったりとか不調、まあ、それが去年は全然なかったって言っても過言じゃないぐらい、順調にペナントを消化していくことができてましたけれども、まあ、そういう不足の事態が出た時に、まあ、こういう選手の中から誰が出てくると言われれば、現状なかなか候補が見つからないというふうな状況になってしまいますので、まあ、このあたりはですね、やっぱり結果残してほしかったなという感じですね。まあ、相手がアマチュアっていうところもありますので、まあ、しっかりと、勝ってもらいたかったというのが、感想でございます。はい、まあ、今日はですね、かなり収穫少ない試合にはなってしまいましたけれども、阪神対エナジックの2軍練習試合の内容をお届けさせていただきました。今日は以上となります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。